それでは皆さん、国会前に今到着しつつある皆さん、そしてすでに集まられている皆さん、本日の行動を音楽とともに始めていきたいと思います。ミュージシャンのナーズシク・ヨシミツさんに演奏と歌をお願いいたします。浮かびがらしい父見しびれ、くるまったるちの首通り通り父見しびれ、やらめにかにくるさった島袋リーナーさんの不要不死ふとたる待ち首しびれ、回って首さわるよ渡る宇宙わしてないビラ一番かいちやみししまなや一話で比べられてる私はくのる宇宙アメリカのジャーフェグトゥにじてにじららぐっちゃか通り山との町ぶいちりひきれで勝ち見とるてぃ放ち安心ね海なくないさダメレベルくるかけてバトーバーシュシュネ取り戻せ日本に奪われたものダメレベルくるさにバトーバーシュシュネ이지무치마준시시마라야마토부쿠니치리히티티와타루주미구니치쿠티시시마라프리덤프리덤루주オール沖縄の杭チチミシエビレマムティクミソリオン神がなしドリーマムティクミソリオン二平デビル来るルーチュー頼むわら来るルーチュー神のもんである渡る神と共に守っていかんでないナイビランクヌル宇宙ヤマトアイビランアメリカアイビランワタル宇宙でやる琉球民族だ行く先地マニーねタラヤファイファトゥクラシブさんオスプレイトゥデネただ静かに暮らしぶさん人人の関心もいいね一かない味ドゥタチシ一ルーチュー打ち切られるものは胸ぬくるさに
一ルール中アメリカのジャーベイグトゥ海なくないさ人と人の悲しい思いね一かないの味ワンヤサラフリムのフリーマン名前は意味やてよ死ぬさヤシがマジをチンク思いね一か本当にいかないワネサラフリムのフリーマン名前は意味やてよ死ぬさ死ぬわしまるちゅうくくるあわちひちゃいかちみんだ光を使うんだ死ながていかなや魔獣ししまわしまるちゅうくくるあわちかなじふんちゅうにみなすパワーとザピーポーパワーとザピーポーパワーとザピーポーまた大丈夫でした。渡るうちマキティナラマキティナイミ。ええ、違う。渡るうちマキティナラマキティナイビラ。オーロキラマキティナイビラ。オランガチジマキティナイビラ。一番苦しいビレ。不屈の魂チームチジャミ。くぬるうちのために立ち向かっていけ。渡るうちひみかし。渡ってなびら、ひらひら
ヒヤ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 ミカチウキリヒヤミカチウキリヒヤミカチェインディペンデンスルーチューヤバトゥアミリカのウシチキハニチキティワシタルーチューチモアワチェオール沖縄オール沖縄ヒヤ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 ミカチウキリヒヤミカチウキリヤマクチリヒティティシマノチモウクティワシタルーチュー道ヒトチウクリチサビラヒヤミカチウキリヒヤミカチウキリヒヤ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 ミカチウキリヒヤミカチウキリヒヤミカチウキリこの日本とアメリカの押し付けに立ち向かうんだ、yeah! 我らは琉球民族だ、yeah! ヘーデービル長谷地区吉光さん、ありがとうございました。後で共に、歌う時間を設けたいと思います。本日の行動まもなく開始となりますが、左側通行となっております。皆さんどうぞ押し合わずにゆっくりと動いていただきますようお願いいたします。本日の行動を成功させるためにも皆さんお互いの体を気遣いながら、暑い一日となりますが行動していきましょう。実行委員会からカンパのお願いをいたしております。カンパ袋を持ったスタッフが回っておりますので、ぜひご協力をお願いいたします。本日のこの行動の費用、そして余分が出た分は、本日沖縄県民大会を開いておりますオール沖縄会議の方に送金をさせていただきます。どうか皆様の大きなご協力をよろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。怒りと悲しみの沖縄県民大会に呼応する、命と平和のための 6.19 大行動開始いたします。本日の取り組みは沖縄県那覇市の
大野山公園等で開催されております元海兵隊による残虐な蛮行を糾弾、沖縄からの海兵隊の撤退を求める県民大会に呼応して取り組まれます。同様の行動が本日全国32都道府県にわたり40カ所以上で行われております。私たちはともに全国の仲間とともに沖縄の人たちとつながり合ってこの行動を進めてまいりましょう。行動は戦争させない、救助を壊すな総掛かり行動実行委員会と、止めよう辺野古埋め立て国会法実行委員会の共催にて取り組まれます。申し遅れました。私は国会法実行委員会の日向陽子と申します。立ち止まらないでください、立ち止まらないでください。4月28日から行方不明になっていた沖縄県うるま市在住の20歳の女性が痛ましい姿で見つかりました。痛ましくも残虐な形で命を奪われました。犯人は元海兵隊員で軍属の男性。沖縄では海兵隊の撤退を求める決議が沖縄県議会で初めて採択され、この抗議の決議の動きは全県41市町村にまで広がっています。幸せに暮らしている未来ある20歳の女性があのような形で命を奪われてしまったこと、それは首都東京に住む私たち政府中枢の機関をここに抱え、そして米軍基地を沖縄に集中させてしまっており、日米地位協定が憲法よりも優先されてしまっている現状を許してしまっている私たちに、今日の沖縄の行動はどうすべきかを問うていると思います。戦争法廃止のために力を尽くされている皆さん、辺野古新基地建設の阻止のために力を尽くされている皆さん、私たちは心を一つに行動していきましょう。ここで犠牲となってしまわれた女性を思い、1分間の沈黙をもって皆さんと追悼の時間を持ちます。それぞれのやり方で沈黙をもって追悼の意を共に表しましょう。追悼、立ち止まらないで進んでください、進んでください。はい、立ち止まらないで進んでください。今は黙ろう。今追悼の時追悼の時間を終わります。最初に開会挨拶を、立ち止まらず前にお進みください。止めよう辺野古埋め立て国会法委実行委員会を代表し、沖縄一坪反戦人士会関東ブロック穂釜美恵子さんよりお願いいたします。
こんにちは。沖縄一つ坊廃線事務所会関東ブロックの岡間と申します。今日この集まりの初めに私が挨拶をいたしますけれども、今日は決定的に沖縄の立場で挨拶させていただきます。1972年沖縄日本に復帰しました。その時にこの国会正門前でこの沖縄返還協定の中身に怒った若い沖縄出身の青年がオートバイであの国会正門にぶつかって噴死しました。右手にはこの国会の周辺には沖縄を戦後の沖縄を散々な目に遭わせた皇居もあります。天皇によって売り渡されたこの沖縄のこの歴史を大和の人たちはどう考えているでしょうか。6月は沖縄にとって心痛む月です。というよりも3月からずっと悲しみが続きます。3月はアメリカ軍が沖縄に上陸してあのこの世の地獄を一心に集めた沖縄の地上戦が開催されたあの月です。そして4月の28日はあのサンフランシスコ講和条約が発効したその月です。5月は心ならずも沖縄の人間がこんな復帰じゃなかったという5月15日日本の復帰の日です。そして6月23日、何だかご存知ですか。大和の皆さんは8月15日が終戦とか言ってますけど、あれは敗戦ですよね。6月23日沖縄の地上戦が終わりました。そこで戦争が終わっていれば広島も長崎の悲劇もなかったでしょう。沖縄はその戦争が終わった後、しかしその後27年間の日本大和の歴史と全く違う27年間の歴史を歩み続けてきました。そしてこの44年そのこの日本の近代 戦後史における71年というのは沖縄は一体何だったのか。沖縄の側からいつもそれを問い続けて生きてきました。今から60年前、6歳の女の子がやっぱり米海兵隊の兵士によって拉致され、幼い体を散々に凌辱され殺されて嘉手納基地のゴミ捨て場に捨てられました。そういう記憶を持っている私たちはいつでも過去のものではない。私たちはいつも過去と共に生きている。うちなんちは共に生きている。その71年間の歴史の中で尾長県知事を誕生させました。翻って日本のこの国のこの今の政権はどうなのか。こんなに惨めで醜悪な政権があろうか。女の子の命、女性が殺されたとしても何一つ文句も言えない。何一つ地位協定の改定も言い出せない。情けない、こんな情けない国でもここの場に集まって毎月戦争法案、安保法案に反対するこの小さな声、それをこうやって結集させていく皆様には敬意を表します。今日これからおそらく尾長知事の挨拶もここで中継されるかもしれません。日本47都道府県のうち尾長さんのように政府にその時の政治権力にしっかりと物が言える知事がどこにありましょうか。この東京都にいますか。はい、とんでもない開会挨拶になってしまいましたが、しかし沖縄では今日むしろ抗議というよりもやっぱり死者を弔い、そしてこういう結果を招いているこの現実に対してやっぱり声を上げなくちゃいけないという人たちが集まっています。沖縄の歴史は戦後はまだ終わっていません。
こうやって犠牲者を一人ずつ生み出して、それでも平気な日本、その日本に向けて沖縄から発信する声を今日はこの場で共有したいと思います。日本をもっともっと変えるために私たちはできることをやっていきましょう。今日はありがとうございました。小浜理恵子さん、ありがとうございました。では皆さん、心一つにコールを上げましょう。スピードは戦争させない、救助を壊すな総がかり行動実行委員会、石山直子さんです。皆さんこんにちは。私の女性が殺された日は4月28日 4.28 屈辱の日でした。私はこれは必然だと思います。なぜならば、基地がある限りこのような事件はなくならないというからです。私たちの日常が沖縄の犠牲の上に成り立っているということを問い直し、戦争法と対決し、沖縄の差別を打ち砕いていこうではありませんか。それでは皆さん、沖縄の人々と共に声を上げましょう。女性殺害徹底糾弾、女性殺害徹底糾弾、女性の殺害絶対許すな、女性の殺害絶対許すな、命を返せ、命を返せ、命はかかる、ぬちぬうかかる、命はかかる、ぬちぬうかかる、地位協定は抜本改定、地位協定は抜本改定、
開催をしているオール沖縄会議を代表しまして、辺野古現地でも戦い抜いている沖縄平和運動センター事務局長大城悟さんがおいでくださっています。大城悟さんにお話をお願いします。国会周辺に集まる皆さん、こんにちは。紹介いただきました。今沖縄で承知の通り、同じ時間にアメリカ軍人軍属による元海兵隊による残忍な事件に抗議をし、そして亡くなった彼女を悼み、このような残忍な非道な事件を二度と繰り返さないため、沖縄からの海兵隊の撤退を求める県民大会が解散をされております。そして地下の方からもありました、この東京をはじめ全国各地で沖縄に思いを寄せて、つながりあるつながり合う気持ちを示していただいている皆さんに、全国の皆さんに改めて感謝を申し上げます。ありがとうございます。今回の事件は本当に許し難い事件であります。冒頭岡間さんからも触れていただきましたけれども、私たち県民にあの1955年6歳の少女が米軍人によって拉致をされ、殺害をされ、そして施設内のゴミ捨て場に遺棄をされたという本当に悲しい事件がありました。戦後、そして復帰後もこの変わらない沖縄の現状、私たち県民の怒りはもう頂点に達し、抑えることができません。先の県議会議員選挙でも尾長知事を支える与党が多数を確保し、そして議会において沖縄からの海兵隊の撤退を求める決議が可決をされました。これは沖縄県民の今の怒りを表した県議会による決議であります。21年前少女暴行事件に抗議をする県民大会が開催されました。実行委員会結成して超党派、多くの県民に呼びかけて8万5千離島を含めて10万人の大会でありました。今回の本日の県民大会は、辺野古に基地を作らせないオール沖縄会議が主催になっております。自民党県連は当然国と辺野古の新基地建設を推し進める、そういう立場から今回県民が最も求める海兵隊の撤退に乗ることができず、不参加を決定をしました。残念というよりは情けない限りであります。本当に県民の未来を、県民の心をしっかり受け止めて政治で頑張るのであれば、多くの県民と一緒になって今回の事件は決して許さない、その意思を、行動を示さなくてはなりません。彼女の無念さ、そして家族の心痛を思うと本当に言葉にありません。私たち県民も
なぜ止めることができなかったのか、自責の念に耐えません。多くの県民が今同じ思いをして那覇の大会に参加をしているのだというふうに思います。しかし多くの方がおっしゃる通り、悲しいことですけれども、これが沖縄の現実なのです。戦後71年、沖縄は何が変わったでしょうか。コンマ 6% の面積、そこに 74% の米軍専用施設が未だに存在し、そしてこのような事件が繰り返される。571件という凶悪事件があったという報告はもう承知の通りであります。この数値はこの先も繰り返されるという数値であります。皆さんと思いは一緒であります。基地があるがゆえに起こるこのような事件は、小手先だけの再発防止や工事粛清や騎馬隊制度の強化やパトロールの強化ではなくならないです。日米地位協定の抜本的改定を県民は求めています。その先に突き進んで、海兵隊の撤退こそが沖縄の命を、そして基地を抱える地域に住む命を救う道なのです。米軍の事件事故が当然後を絶たない、ご協力お願いします。そういう状況においても今日米両政府で沖縄への新基地建設が強行され続けています。何度も私たち県民は全国の皆さんと力を合わせて多くの行動を起こして日米両政府に訴えてきたつもりであります。あの原爆症をしたためてポスプレイ配備に反対、そして普天間の辺野古移設に反対、そういうことを何度も発信をしてまいりました。しかし今工事は一時中断になっているのかもしれません。中断になっていますけれども、政府は安倍政権は未だにこの沖縄の声をないがしろにして、沖縄差別、さらなる過重な基地負担を沖縄に強いようとしております。今回の事件、お前さん左通ってた、そしてこれから続く沖縄への基地機能強化によって、さらなる県民の命と尊厳が抑圧をされる、弾圧をされる、そういう政治が未だに強められようとしています。私たちは今回の事件、そして沖縄の基地差別、基地を押し付け、当然もう我慢の限界であり、必ず私たちは沖縄の未来のため、沖縄の子どもたちのため、基地のない平和な沖縄を作るため、全国の皆さんと連帯を強めながら、安倍政治にしっかり対処してまいります。どうぞ今日集まりの皆さん、そして全国で今日の沖縄にこうする集会の参加の皆さん、
この事件を忘れてはなりませんし、今回で当然終わりにしなくてはなりません。そしてこのような凶悪な事件事故、あるいは沖縄への基地をつけ、日本の外交防衛問題は当然私たち沖縄うちのうちだけで解決するものでもなく、できるものでもなく、すべてが全国民と一緒になって取り組むべき問題であり、今後もそのことを改めて皆さんと認識をしていきたいというふうに思います。最後に、今日地元市が県民大会にいろんな記事を掲載しております。多くの紙面を割いております。100人の沖縄県民の顔写真を紙面いっぱいに掲載をして、特に若い女性が中心なのかもしれません。その上に大きな見出しで、彼女は私たちだったのかもしれない、そういうタイトルで県民に訴えをしております。今回の事件、本当に夢と希望に満ちた将来を突然絶たれた悲しい事件であります。そして先ほども言いましたけれども、571件、1945年から強盗殺人や暴行、強姦、そういった凶悪事件が一件ずつ今日の地元紙に掲載をしております。命、尊厳をもう奪わせない、幾多もの沖縄県民の命と尊厳が米軍基地の軍隊の存在に踏みにじられてきた。そして年表を掲載しております。目を覆いたくなるほどのもぐたらしい犯罪があった、あまりの数の犠牲にただ立ち尽くしかなかった。しかし私たちはもう目を背けません。もう二度と誰の命も奪わせない、基地のないこの国を、暴力のないこの国を、民主主義が通るこの国を共に作ってまいりましょう。ありがとうございました。オール沖縄会議を代表して、沖縄平和運動センター事務局長大城悟さん、ありがとうございました。皆さんと共に戦後の平和とは何か、戦後の民主主義とは何か、そのことを沖縄の人々の命と尊厳の問題として共にここで考えてまいりましょう。カンパのお願いを申し上げます。本日の行動を作るための費用を皆さんでぜひ分かち合って負担をお願いしたい。カンパをお願いいたします。そしてぜひ余力があれば、このカンパを県民大会を主催しているオール沖縄会議に送りたいのです。どうかご協力お願いします。この場に今日国会議員の皆さんも駆けつけてくださっています。最初に民進党の葛飾明宏衆議院議員より
ご挨拶をいただきます。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました民進党の衆議院議員の葛飾明宏です。まず冒頭、犠牲になった20歳の女性のご冥福を心からお祈り申し上げます。もうこんなことは二度と起こらないように皆さんしようじゃありませんか。一体何人の女性の命を奪えば米軍は気が済むんだ。本当に私が怒ってます。皆さんもそうですよね。そしてこれだけの暴挙を繰り返し行われているのに毅然とした態度を取れない日本政府、何なんですか。我が国の政府ですか。日本の国民の命を守ろうという気があるんでしょうか。安倍総理、憲法改正を口にするけれども、その前に日米地位協定の改正をもっとはっきりとオバマ大統領に求めるべきじゃないでしょうか。サミットで会ったのに何してたんですか。本当に憤慨をしております。今我が国が民主主義の危機に直面をしている、そのことは皆さんも共有をしていただいていると思います。沖縄では民主主義がずっと危機に瀕していた、そのことを私は改めて今回の事件で痛感をいたしました。本土に住んでいる、そして政治に携わっている者として本当に恥ずかしいし情けないという気持ちになっております。ぜひ全ての国会議員が国民の命を守る、そういう気概を持っているなら沖縄から海兵隊には出て行ってもらおうじゃありませんか。もう沖縄に海兵隊はいりません。そのことを日本国民としてはっきりとアメリカにぶつけていこうじゃありませんか。皆さん、そのチャンスが4月10日の参議院選挙ですよ。この選挙でいつまでもアメリカに対して弱腰の、いやアメリカのために動いているような安倍政権を終わりにしようじゃありませんか。この参議院選挙で沖縄の基地問題決着をつけようじゃありませんか。野党が勝利をして辺野古に基地を作らせない、そして海兵隊に日本から撤退をしてもらう、そういう戦いに参議院選挙をしてまいりましょう。どうぞ皆様方の大きな力を野党に結集をしていただきたいとお願いをさせていただきます。怒りの声と言ってますけれども、本当に皆さん、沖縄の皆さんの怒りを私たち本土に住んでいる人間もしっかり受け止めて、この参議院選挙で答えを出していこうじゃありませんか。沖縄から海兵隊を撤退をさせる、そのことを皆様方と誓い合いながら参議院選挙に全力で取り組んでいくことをお約束をして、私民進党の葛飾明宏からの連帯のご挨拶とさせていただきます。皆さん共に頑張りましょう。
続きまして日本共産党副委員長田村智子さん、田村智子参議院議員にご挨拶をお願いいたします。皆さんこんにちは、日本共産党副委員長の田村智子です。私も沖縄と連帯し、20歳の女性のあまりにも無残なこの事件、満身の怒りを持って抗議をしたいと思います。この事件が報道された時、容疑者として捕まった米軍属元海兵隊の方がまず雑木林に女性の遺体を捨てたと言った。私この言葉を聞いた時に、先ほどからお話のある6歳の女の子がゴミ箱に捨てられていた、この事件を思い起こしました。そして被害に遭った女性が20歳である、私の息子と同い年なんです。私は息子をあの小学生の女の子の暴行事件の年に産みました。お腹が大きくなっている時に起きた事件で驚愕しました。怒りに震えました。青年たちで一緒に抗議の声を上げようと呼びかける運動も行いました。あの事件で沖縄の皆さんは、もうこんな事件は起こしてほしくない、もう基地はいらないと普天間基地の撤去を求め政治を動かしたのではなかったでしょうか。あの年に、あの頃に生まれた女性がなぜ同じような苦しみを受け、命を奪われ捨てられなければならないのか。一体この20年間日米政府は何をしていたのか、そして私たちも何をしていたのかが問われていると思います。今沖縄の皆さんは、もう海兵隊には出てってくれ、辺野古の基地を作らせない当たり前だ、海兵隊はいらない、基地はいらないと、ここまで大きな怒りを広げています。一方で安倍内閣は抑止力だから沖縄の基地は必要だ、海兵隊が必要だ、辺野古の基地も必要だと、全くこの怒りに耳を傾けようとしていません。抑止力って一体何なんでしょうか。抑止力だといえば、沖縄の方々の命がどんなに踏みにじられようと構わないというのでしょうか。抑止力だといえば、憲法を踏みにじって安保法制、戦争法を作っていいというのでしょうか。一体このアメリカ軍の基地が沖縄の何を守ったのか。アメリカ軍から我が身を守り、命を守らなければならない沖縄の皆さんの姿を何だと思うんでしょうか。私たちも問いかけていきましょう。どこが抑止力なのか、何が平和と安全なのか、その説明がつかないのなら、もう安倍内閣には即刻退陣をしてもらおうではありませんか。沖縄がこのアメリカ軍への怒りから大きな共同を作ってくれました。保守と革新の垣根をも超えた、政党の垣根を超えた、その共同の出発点は沖縄でした。この沖縄の声に全国で今こそ応えようではありませんか。参議院選挙で野党の共同、市民の共同を大きく広げて、皆さん一緒に何としても安倍内閣退陣をさせてまいりましょう。日本共産党も全力で頑張ります。ありがとうございました。民進党の葛飾昭宏衆議院議員、そして日本共産党田村智子参議院議員、お二人にもう一度拍手で私たちの気持ちを表しましょう。
続きまして社会民主党党首吉田忠智さんよりご挨拶をいただきます。吉田忠智参議院議員、ご挨拶をお願いいたします。どうも皆さんこんにちは。社民党党首吉田忠智でございます。沖縄 6.19 県民大会に連帯をして東京国会前集会に参加の皆さんに心から敬意を表します。沖縄の尊厳が、女性の尊厳が傷つけられる事件がまたもや発生をしました。受忍の限度を超えている。私たちは何回その言葉を発したでしょうか。改めて海兵隊の撤去、そして日米地位協定の抜本改定、辺野古新基地建設阻止、そして米軍基地の縮小撤去を求めていこうじゃありませんか。安倍政権、日本政府の対米従属姿勢は去年の憲法違反の戦争法、安保関連法の強行に現れています。いつでも世界中どこでもどんな場合でもアメリカや密接な国にと一緒にアメリカに突き従って日本の自衛隊が海外に出ていく、そのような法律に変えられました。断じて容認できません。沖縄の皆さんと思いを共有しながら海兵隊の撤去をはじめとする課題を前進させなければなりません。そして去年から市民連合の皆さんから背中を押されて32の選挙区、沖縄を含む全ての選挙区で野党4党候補者一本化をいたしました。私たちの思いを示す参議院選挙の戦いが間近に迫ってまいりました。沖縄選挙区候補伊波洋一さんをはじめ全ての一人区において勝利をするべく、これから私たち野党4党も市民の皆さん、国民の皆さんと協力して全力で戦い抜く決意であります。海兵隊の撤去、そして日米地位協定の抜本改定、辺野古の新基地建設阻止、そして米軍基地の縮小撤去、そして戦争法の廃止、憲法を守らない、国民の命や暮らしを顧みない、目的のためには手段を選ばない、安倍政治の暴走を止めるために、そして憲法改悪を阻止するために、皆さん頑張ろうじゃありませんか。ありがとうございました。社会民主党吉田忠智参議院議員、ありがとうございました。拍手で応えましょう。皆さん、さまざまな方のご協力により沖縄の県民大会とこの場がつながることができることになりました。まもなく尾長知事の演説とこの場所がつながります。それまで沖縄の方々の発言を聞いていきましょう。島袋美音子さんは読谷村出身、
山内徳信さんの教え子だと聞きます。関東在住の一南中を代表してご挨拶いただきます。島袋美恵子さんです。皆様こんにちは。私は先ほど紹介ありましたけれども沖縄県出身の読谷村の、出身です。このたこういうところに立つのは初めてなんですけれど、先ほど残念な事件が起こりましたので黙ってはいられないっていう思いでここに立っております。この事件に関して安倍総理は断固として強い抗議をするって言いました。でも本当に抗議をしたんだ、断固強い抗議をしたんでしょうか。私たちは信じられません。でその度その他に米軍はこれまでも同じように二度と繰り返さない、それから外出夜間外出禁止というふうなことを繰り返し繰り返し何度も聞いております。沖縄の人は戦後70年ずっとこの世そんなこと何の効果もないんです。70年間ずっと変わりません。本気で地位の協定の取り組みと基地の撤去に取り組まない限りこの怒りは収まりません。先日新聞に修学旅行で、沖縄に送り出す子どもに対し絶対に一人にはならないように暗い場所を歩くなということで送り出したという記事がありました。沖縄の人は戦後70年ずっとそのような不安なところで生活しているのです。その根源は基地にあります。日本の基地の 74% が沖縄にあるんです。沖縄の基地負担軽減っていうふうに安倍総理は言います。それは当然であります。基地は軽減して当たり前です。ですけれどもなぜ辺野古に新しい基地を作るっていうんですか。誰が考えてもおかしいでしょう。中国や北朝鮮から沖縄を守るために沖縄に基地を作るっていうんですけれど皆さん基地は平和を守るためにあるんでしょうか。基地は戦争の準備をするためにあるんではないですか。はい、あと1分さらにおかしいのは私一番言いたいのはこれなんです。普天間基地は世界一危険な基地だとアメリカも日本政府も言ってます。だから一刻も早く辺野古に移すんだそうです。おかしいです。世界一危険なら今すぐ閉鎖すべきです。私のふるさと読谷ではかつて 73% が基地でした。あ、それはもう喋ってる時間がありませんので省きます。山内徳信先生が村長さんをしてまして74% もあった読谷飛行場っていう落下傘の練習場があったんですけれどもいろんなものが上から落っこってきたんですね。トレーラーまでそれからジープとかトレーラーとかそういうのを落下傘で降下するんですけど、そういうことで小学4年生が自分の庭にいてトレーラーに降ってきたトレーラーに押しつぶされて、命を落とすっていうことがありました。その時に読谷村民は粘り強くその落下傘の落ちてくる場所に飛行場にみんなで座り込んで落下傘を落とさないようにしたりとかありました。はい、そういうことで今その基地は返還させまして現在は野球場だとかいろんなそれから村役場だとかいろんなところを作りまして村民の憩いの場になっております。で沖縄の人たちは勝つまで粘り強く戦います。70年間の沖縄の人たちは年季が入ってるんです。絶対に負けません。勝つまで戦います。みんなで地位協定を改定しそれから辺野古を閉鎖させ基地は辺野古には絶対作らせない、そういう思いで
皆さんと一緒に頑張りたいと思います。辺野古に基地は作らせない。この戦いはオール沖縄会議、尾長県知事を先頭とした全県的な戦いと、そして辺野古現地のゲート前の戦い、会場での果敢なカヌーに乗っての戦い、これが結びついて今日まで戦い取られてきたものです。皆さん辺野古にも行きましょう。工事中止の今も辺野古では監視行動が、座り込み行動が、全基地撤去の声とともに戦われています。辺野古に行きましょう。次に沖縄の土地を取り戻す戦い、沖縄戦後米軍基地の拡張のために、米軍と日本の暴力によって奪われた土地を取り戻す反戦印の33年の戦いがあります。この戦いを関東の地で支える沖縄一つも反戦印会関東ブロック、その関東ブロックから青木初子さんに発言をいただきます。皆さん、はいはい、名護の出身や民、17日に名護で追悼集会がありました。被害者の女性の同級生は、夢でもいいから会いたい、お父さんお母さんのメッセージは、もう未来を断ち切られた娘が最後の犠牲者となり、娘を失った悲しみを抱く親はもう自分たちでおしまいにしてほしい、そういうメッセージがありました。なんで20歳で殺されなければならないのか、怒りが渦巻きます。皆さん、ほんと2ヶ月前に奈良でもレイプ事件であり、沖縄トップのニコルソンは5万人の米軍、軍属、家族を代表して尾長知事に謝り、綱紀粛正、再発防止の言葉を言いました。それから2ヶ月しか経たないのに、こんな残虐な事件です。なんで沖縄がこういう目に遭い続けねばならないのか、皆さん、日本にいる皆さん、それは沖縄だけの問題ではないです。あなた方の問題でもあります。共に考えて沖縄から基地をなくしましょう。なんで沖縄に基地を押し付けるのか、安保条約が必要なら日本に基地を置けよ、ふざけんな。私たち沖縄県民は二度とこのような残虐な事件を見たくありません。二度と見たくないのです。皆さん、沖縄の怒り、沖縄の声、無視するこの安倍政治を引きずり下ろしましょう。ふざけんな安倍。今沖縄県民大会が開かれています。県民の思いとともに、ここからこの国会議事堂の前から私たちの怒りの声、抗議の声を上げて、共に辺野古の新基地建設阻止含めて沖縄とともに戦うことを申し上げて訴えて挨拶にします。ありがとうございました。青木初子さん、ありがとうございました。では皆さん、青木さんの言葉に応える
そして今日の沖縄の人たちの気持ちにつながる、その意味も込めてこれから共に歌を歌っていきましょう。沖縄を返せ。この国会保育行動で何度か皆さんと一緒に歌ってきました。日音教の仲間がリードしてくれます。こんにちは。自分は先月、16年ぶりに、沖縄に帰ったんですけど、これまで何人の女性が、何十人の女性が亡くなれば、政府というのは気が済むんでしょうか。これから絶対許しません。沖縄はこれからずっと頑張っていきますので、こっちからも応援していきましょう。本日冒頭のコンサート、ミニコンサートをしてくださった名護宿義光さんと日本音楽協会と共にリードをしていってもらいます。歩行者の妨げになりますので、立ち止まらないでください。はい、日音響です。皆さん歌でつながっていきましょう。今沖縄では辺野古ゲート前では座り込め、ここへ沖縄今こそ立ち上がろう歌いながら、たくさんの仲間がつながっています。そしてこの悲しみを私たちの力に変えていきましょう。皆さんがよく知っている沖縄を返せ、歌いましょう。名護宿義満さん、日音響の皆さん、ありがとうございました。沖縄に沖縄を返す戦いを、立ち回らないでおすみください、立ち回らないでおすみください、共に進めていきましょう。立ち回らないでおすみください、ご協力お願いします。それではここで視界を戦争させない、救助を壊すな総係行動実行委員会にバトンタッチいたします。沖縄の悲しみ、怒り、苦しみを私たち自身のものとして共に声を上げてまいりましょう。ここからは総係行動実行委員会が進めてまいります。司会をいたします、憲法共同センターの長尾恵子です。進行にご協力よろしくお願いいたします。それではここでコールを上げていきましょう。
の係行動実行委員会西山奈穂子さん、よろしくお願いします。それでは沖縄と東京は約1600キロ離れています。沖縄現地の戦いと呼応して1600キロの連帯の思いをつないでいきましょう。女性の殺害徹底糾弾、女性の殺害徹底糾弾、命を返せ、命を返せ、命は宝、無事の宝、地位協定は抜本改定、日米政府は責任果たせ、日米政府は責任果たせ、命を守れ、美ら海守れ、辺野古新基地建設反対、辺野古新基地建設反対、海兵隊は今すぐ出てけ、手を合わせてまいりました。
心の底からあなたを守ってあげることができなくてごめんなさいという言葉が出てまいりました。21年前のあの痛ましい事件を受けての県民大会で二度とこのような事故を繰り返さないと誓いながら政治の仕組みを変えることができなかったことは政治家として知事として痛恨の極みであり大変申し訳なく思っております。先月安倍総理にこの事件について抗議した際に沖縄県知事として県民の生命と財産尊厳と人権そして将来の子孫の安全の安心と安全を守るために日米地位協定の見直しを強く要望し運用改善による対応では限界であることを沖縄県民は等しく認識していることをお伝えました。このような脅迫事件で事件が継続して発生したことは広大な米軍基地がある家であることも改めて強く申し上げました。しかしながら非人間的で凶悪な事件が明るみになった直後の日米首脳会談であったにもかかわらず安倍総理は日米地位協定の見直しに言及せず辺野古移設が唯一の解決策であるとおっしゃっております。この問題を解決しようとする先にいかに大きな壁が立ちはだかっているか私たちは思いを満たさなければなりません。私たちは心を一つにして強い意志と誇りを持ってこの壁を突き崩していかなければなりません。今日の日を改めての決意の日にし全力で頑張っていこうではありませんか。さらに安倍総理には沖縄戦後米軍施政権下で当時の高等弁務官から沖縄の自治は神話であると言われたこと総理は常々日本を取り戻すとおっしゃっていますがこの中に沖縄は入っているのか。現在の日米地位協定の下では米国から日本の独立は神話であると言われているような強い思いを感じていることを伝えました。昨年に引き続きワシントン DC に行き新辺野古基地建設や環境問題も含めて大変厳しいことを連邦議会、有識者会議、そして米国の副大統領や駐日大使を務めたモンベル氏に訴え、しっかり説明をいたしました。米国でお会いした方々も、この1年間、工事がストップしていること、裁判の和解勧告でも国に対して厳しい判断が下されていること、安倍総理がオバマ大統領に、磯田が回ると説明したことにも注目をしており懸念を示しておりました。数日前には有識者会議のメンバーの方が辺野古唯一では問題が解決しないことそれでなくても抑止力や地政学上の問題はクリアできることを提言されております。少しずつではありますが着実に前に進んでいることを感じております。安倍総理や浅田官房長官は普天間飛行場が世界一危険だと何度もお言及しておりますが私が本当に新辺野古基地ができなければ世界一危険な普天間飛行場をご提示できるのかと何回も問いかけましたけれども一言も発することはありませんでした。政府では普天間飛行場新辺住民の生命財産を守ることを優先にするならば辺野古施設の進捗に関わりなく残り3年を切った普天間飛行場の5年以内運用停止を実現すべきであり政府へは普天間飛行場の固定化を絶対に避け積極的に県外施設に取り組むよう強く要望をいたします。政府は県民の怒りが限界に達しつつあることまたこれ以上の基地負担に県民の犠牲は許されないことを理解すべきであります。私は県民の生命と財産尊厳と人権そして将来の子や孫の安心と安全を守るべき知事としてこのような事件が二度と起きないよう県民の先頭に立って日米地位協定の抜本的な見直し海兵隊の撤退
削減を含む基地の整備縮小、新辺野古基地建設無心阻止に取り組んでいく不退転の決意を心に表明し、私の挨拶といたします。お聞きいただきました。県民大会の時代に応えて、私たちも再選の決意を拍手で確認いたしましょう。ありがとうございます。それではプログラムを進めてまいります。次のスピーカーをご紹介いたします。作家の落合恵子さん、どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは、落合恵子です。こんにちは。太平洋戦争の末期沖縄丸では4人に1人が命を奪われたこと、私たちは決して忘れてはならないと思います。その中には友軍であるべき日本軍に集団自決を強制された人々が少なからずいたことも、私たちは心に刻んでいきましょう。1972年ようやく日本に返還されると、その時沖縄の方々は基地がなくなると信じておられたわけです。何にも変わってない。あの1972年のセレモニーの時の屋良朝苗さんの言葉、苦渋に満ちた言葉を私は忘れることはできません。みんな私たちと同じテーマなんだということを考えていきたいと思います。20歳のあの女性がその瞬間どんな屈辱の中にいたか、みんなで考えましょう。想像しましょう。基地のある町でどれだけこのような犯罪が、それも表に出ないまま起きているか、そのことも私たちのテーマだと思います。40年前、ザ・レイプというレイプを告発する小説を書いた時、笑った男たちがいたじゃないか。それを私は許さない。沖縄で起きてもどこで起きても許されない事件であり、同時に女性の尊厳を全く顧みず、一人一人の人間の存在をきっちり見つめることができない、つまり人を殺せと教えられた兵隊は、よりこのような事件の中で人間殺してるなんて思わないんでしょう。そしてそのことをどっかで緩く許してしまう安倍政権を私たちは許すことはできないのです。占領下においては特にです。女性という対象は支配の対象であり、略奪の対象であり、差別の対象であり、レイプの対象だということを忘れてはなりません。そしてそれが現在進行形で起きている。何が綱紀粛正ですか。あのあと6月4日にも事故を起こしているじゃありませんか。何が厳重抗議ですか。尻尾振ってるくせにと下品な言い方させていただきますが、本当に許しません。時間がある限り今まで起きた事件を少し拾ってきましたので読ませていただきます。55年ご存知のように由美子ちゃん事件があります。許せませんか、私たちは。そして怒りで眼鏡も怒ってきちゃいましたよ。72年キャンプハンセンで米兵が日本人の働く男性を殺しました。つまり女性差別があるところには男性差別があり、私たち全員が差別をされているのだという怒りを共有したいと思います。73年ブルービーチで演習中の戦車が女性を引き殺したじゃありませんか。許せますかそんなことを。82年キャンプハンセンで米兵が日本人タクシーの運転手さんを刺殺しました。85年海兵隊員が民家に侵入し男性を刺殺しました。95年宜野湾市の住宅で女性を殴り米兵が殺害しました。95年
忘れません。あの年日本中が怒りに沸き立ったじゃないですか。3人の兵隊が少女を暴行した。3年には海兵隊員が緊張で女性の顔を殴り暴行をした。4年軍属が茶壇の民家に侵入し女性暴行。その後ずっと続いているこの事件を当然です、私たちにとってのテーマにしない限り沖縄の方たちは決して決して共に歩くことを許してくれないでしょう。私たちのテーマなんです。同時に沖縄でのこの暴力を許している限り私たちは私たちの内側から民主主義を破壊してるんだということに気がつくべきです。私たちが破壊してはならないじゃないですか。私は沖縄に行くの、沖縄大好きで親しい人たちに会うのも大好きで、でも沖縄に行くのが辛いんです。数日すれば私は東京に戻れるからです。戻れない、出ていかない、出ていけない、そこでしか暮らせない人々の不安と憤りを共有しようではありませんか。日米のあの大統領とこの国のトップの話し合いのどうして5分間も尾長さんのために割かなかったのか、これがこの国の形なんです。戦争法も同じです。原発だって同じでしょう。つまり命と尊厳から問い直すという姿勢がこの国のトップにもこの国の与党にも全くないということを私たちは怒りを込めて考えていきましょう。そして7月10日その日に答えを出しましょう。せめて1人区32でありますよね。キャンプシュワブの前でずっと座り込みをしている50代の保育者の女性がこういうふうにおっしゃいました。沖縄に行こう、それも大歓迎です、来てください。でもその前にどうか本土の人々はそれぞれの生きているところで答えを出してください。それぞれの生きているところで沖縄にこれだけの苦しみをずっと押し付ける人々、政治家を落選させてください。それが沖縄との連帯の形ですとおっしゃってました。私たちは力の限りそれをやっていきましょう。よろしくお願いします。頑張りましょう。沖合健子さん、ありがとうございました。次に日弁連憲法問題対策本部本部長代行の山岸亮太さん、よろしくお願いします。ただいまご紹介いただきました山岸です。お集まりの皆さん、沖縄とともに連帯をするということで多数集まっていただきました。弁護士会でもですね、沖縄の基地問題についても発言しています。弁護士会ではやはりこういう問題は個人の尊厳が尊重されていない、こういうことに根源的な問題があるんじゃないかと思います。昨日日弁連でもシンポジウムがあって、僕の未来私の憲法というテーマでやりました。そこで石川さんという憲法の先生が言いました。今の日本国憲法の13条には個人の尊厳を尊重する、こういう言葉があります。ところが自民党の改憲草案ではこの個人の個という字がなくなって人の尊厳を尊重するというふうになりました。ここにどういう問題があるのか、一人の一人それぞれ顔も違うし背の丈も違う、肌の色も違う、考え方も違う、それともその一人一人を大切にする、一人の人間が地球の命、一人の人間の命は地球より重い、そういう意味の個人の尊厳が顔のない人になってしまう。イメージで言うと軍服を着て銃を持って足を同じ高さに上げて機械のように歩く、そういう人ということになってしまう。集合的抽象的な観念の人になってしまう。そしてそこでは公共の福祉による制限という、公共の福祉という言葉が、これが公の秩序を守る、そういうふうに変わってしまっている。
同じような言葉で、憲法ではいろいろ議論もありますけれども、おっしゃったのは、公共の福祉の福祉が抜けてしまう、一人一人の人を大切にする福祉が抜けてしまって、そして公の秩序というのは、昔で言えば夜警国家に戻ることだというふうに言っていました。夜警というのは、夜、おまわりさんが見回りをするということです。昼間は国は何もしなくていい。それは何を意味しているかというと、新自由主義、国が福祉だとかそういうものにお金を使わない、そういうところにも大きな違いがあるというふうに言っています。しかも夜警に戻るつもりはないんです。国防軍を作る、こういうふうに言っています。そうすると個人の尊厳、一人一人の人間を大事にするのではなくて、福祉も切り捨てて、そして国防軍を作る、こういう改憲だ、こういう未来を選ぶのか選ばないのか。そしてもう一つ言われたことがあります。日本国憲法はその憲法を作った時の人々、国民が将来の人にもう二度と戦争はごめんだ、人権侵害は嫌だ、一人一人の人間を大事にしよう、こういう憲法を作って将来の国民に信託をしたんだ、したがって今の我々もこの憲法を次の国民に、将来の子孫に信託してつなぎ渡さなければいけない責任があるんだ、そして将来の国民のためにもこの平和憲法を、個々の人を、個人の尊厳を大事にする憲法をつなげなければいけない、そういう選択をする、これも主権者としての国民の責任なんだ、こういう話がありました。今私は個人の尊厳、一人一人の人間を大事にする、お亡くなりになられた女性も本当に悔しかったと思う、その一人一人の心に寄り添うような憲法、これを大事にしていきたい、そのために弁護士会も力を合わせて基本的人権を擁護し、社会正義を実現する、この基本的人権は個人の尊厳、一人一人の人間を大事にする、こういうことで頑張ってきますので、共に頑張りましょう。ただいまのお話は山岸亮太さんでした。ありがとうございました。沖縄から報告が届きました。沖縄県民大会の参加者は6万5000人だそうです。それではプログラムを進めてまいります。戦争させない、救助を壊すな、総がかり行動実行委員会の参加団体よりスピーチをしていきたいと思います。最初に戦争をさせない専任委員会事務局長代行、日本体育大学教授の清水雅彦さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。戦争させない専任会の清水と申します。日本体育大学で憲法を教えております。で、私自身も日体大赴任前に北海道内の大学におりまして、で2010年の夏合宿、北海道からゼミ生を連れて沖縄で行いました。で、学生たちと一緒に辺野古にも行き、テントで話を聞きました。やはり沖縄の問題、全国の人々が考えなければいけない、そういう思いでゼミ活動も行ってきました。で、今日はまず専門が憲法ですので、憲法の観点から一言述べたいと思います。戦前の大日本帝国憲法には地方自治という観念がありませんでしたけれども、日本国憲法には第8章に地方自治の章が入りました。さらにその中の95条では、一つの地方公共団体に適用される法律を作るときは国会だけで法律を作ってはいけない、そこに住んでいる住民の意思を問わなければいけないというふうにしております。こういう憲法の地方の人々の意見を聞けという姿勢は地方自治法にも引き継がれています。例えば地方自治体においては住民が条例の制定開廃請求権を持っています。首長や議員のリコール請求権を持ってます。あるいは地方議会の解散請求権も持ってます。さらには地方自治法94条には、町や村においては議会を置かずに有権者からなる総会が議会の代わりをするという規定もある。
すなわち憲法、この地方自治法というのは地域住民の意思をなるべく尊重すべきだ、間接民主主義ではなだけではなくて直接民主的な規定も盛り込んでいるわけです。やはりこういう観点からすれば、この間の沖縄の衆議院選挙、知事選挙、そして県議会選挙の民意を考えれば、やはり憲法、地方自治法の観点からすれば、国は強引に辺野古の基地建設すべきではないと思います。法学部出身なのに憲法もわからない安倍首相はとっとと退陣すべきではないでしょうか。さらに、6月16日に共同通信の小長さん知事のインタビューがありまして、それが一部報道されましたけれども、ちょっと読み上げたいと思います。本土の人は日常的に自分たちの目の前に基地が現れないので、地位協定がいかに不平等条約について理解が全くない真実を伝えたい。日本の安全保障というのは日本全体で考えてほしい。沖縄だけに基地を打ち付けて中国は怖くないのかというのは大変エゴイスト的に感じられると述べております。で、私自身は憲法の観点からすればやはり日米安保条約は憲法違反と考えます。すぐには無理でしょうし、そして今日参加されている方も安保条約必ずしも反対の立場でない人もおられると思いますし、そういう人とも一緒に運動しなければいけないと思いますけれども、でも私はこの小長さんの言葉、非常に本土の人々に対して重たいと思います。すなわちやはり小長さんが言いたいのは、本土の人間に対して安保条約賛成しているのであれば沖縄に押し付けないで自分たちで引き取れってことです。私はやはり私自身は安保条約破棄の立場ですけれども、安保条約賛成している本土の人々はやはりこういう言葉は無視してはいけない。自分たちが基地が嫌だからといって沖縄に押し付ける、そういうことは私はすべきではないと思います。それは原発もそうです。原発も消費地の近くに発電所を作らないと送電ロスが生じる。だから東京電力は火力発電所を東京湾沿いに作るわけです。で、そうであれば本来原発も東京湾沿いに作らなければいけない。それをやらないのはもし事故が起きたら損害賠償大変だ、そして実際に基地建設やろうとしても地域住民が反対するだろうから原発を東京湾周辺に作らない。そして何といっても東京電力の管内ではない東北電力の管内に福島原発を作る。これは私は東電も悪いけれども関東の人々も私は責任は問われると思います。そういう基地も原発も自分たちは嫌だけども地方に押し付けていいという喪失性、もういい加減これやめませんか。あと小長さんがこういうこと言ってます。すみません。あ、ごめんなさい。で、自分の国でそれができないような自分の意思を持ってないような国がアジアのリーダーだとか世界のリーダーだとか主要国首脳会議を開催するというのは私にはお笑いの世界にしか見えない。まさにこの言葉、私たちが安倍政権に突きつけて今度の7月の10日の参議院選挙結果を出しましょう。共に頑張りましょう。ただいまのお話は清水雅彦さんでした。ありがとうございました。続きまして、戦争する国づくりストップ、憲法を守る生かす共同センターより小田川義和さん、よろしくお願いします。お集まりの皆さん、大変ご苦労様です。憲法共同センターの小田川と申します。3点申し上げて、共同センターとしての決意の表明に変えたいと思います。1つは、私ども憲法共同センターに参加する団体も、沖縄辺野古沖への米軍新基地建設の反対、普天間基地と米軍海兵隊の即時の撤去、日米地位協定の改定を求めて、皆さんとご一緒に戦う決意を最初に申し上げたいというふうに思います。今清水先生からもお話ありましたけれども、一昨日の小長知事のインタビューでの発言、
私も強く心を打たれました。日本の 0.6% の面積に在日米軍基地の4分の3が集中をする沖縄の現実、その基地の多くは第二次世界大戦後に米軍占領下で自由権とブルドーザーによって強制的に接収されたという歴史の事実、基地の存在が沖縄の経済発展の障害となっているという現実、いずれも平和なうちに暮らす権利、個人の尊厳が沖縄であるがゆえに制約をされていることに他ならないと思います。沖縄の現実は憲法が等しく適用されているされていないという現実に他なりません。そのことを強く心に刻んで、辺野古新基地建設、普天間基地の唯一の解決、普天間基地撤去の唯一の解決策だなという、そして海兵隊撤去や地位協定見直しを口にすることは日米同盟を毀損することになるのだという沖縄県民の皆さんの心からの要求に背を向ける安倍政権への怒り、共有して戦いを強めたいと思います。第2位投票日まで3週間となった参議院選挙に向け、私たちの運動を救い出してきた市民と野党の共闘の力で自公を少数に追い込み、安倍政権を退陣の道に追い込むために力を寄せ合いたいということです。全国32の選挙区1人区すべてでの統一候補の実現にとどまらず、そして戦争法廃止、立憲主義回復だけでなくて野党と市民の共闘、日に日に深まっています。今日の午前中も有楽町で野党党首による共同の街頭宣伝行われました。野党の勝利を現実のものにするため、私たちが選挙に積極的に変わる時を迎えている、そのことを強く訴え、2000万人統一署名に示された力、今度は野党の勝利のために寄せ合っていただくことを心からお願いをしたいと思います。3つ目に、アベノミクスのごまかしに3度も騙されない、仏の顔も3度まで、3度目の正直、私たちはお人よしではない、そのことを安倍首相に4月10日見せつけてやろうではありませんか。そのために私どもも奮闘する決意を申し上げて発言します。ありがとうございました。小田川さん、ありがとうございました。総掛かり行動実行委員会より行動提起をいたします。解釈で憲法9条を壊すな実行委員会の高田健さん、よろしくお願いいたします。皆さん、お疲れ様です。今日の90分以上にわたるこの集会を通じて、怒りと悲しみの沖縄の県民大会に心を一つにして、私たちは今日の集会をやり抜いたと思います。そして私たちが確認したことは、これら沖縄の現実、そして我々が直面するこの社会の現実の諸悪の根源が安倍晋三内閣にあることを多くの皆さんと一緒に確認をしたと思います。安倍晋三内閣が諸悪の根源であるなら、我々の回答は一つです。この内閣を何としても打倒する。目前に参議院選挙が控えています。安倍晋三は3分の2以上を取って自分の任期中に憲法を改正すると言ってきた。それなら私たちはこの安倍晋三の野望を今度の参議院選挙で絶対に打ち砕く、この決意を固めたいと思います。長い反戦平和運動のさまざまな皆さんの歴史の中で、選挙を一生懸命やってきた人も、あるいはあまり選挙に関わらなかった人も、私をはじめとしていろんな人がいると思います。しかし皆さん、今度の選挙だけは全力を挙げて野党共闘を応援しようではありませんか。さまざまな野党各党との間にさまざまな意見の違いもあると思います。しかし安倍晋三内閣を必ず打倒する、彼の目指す3分の2を絶対に阻止する、そうした戦いをこの7月10日に向けてやりたいと思います。すでにそのために大きな私たちは野党と市民の共闘という基礎を作ってきた。これを以降全力を挙げて
これを生かして戦い抜くことだと思います。どうか皆さん、7月10日の選挙、多くの人を誘って必ず安倍晋三内閣、諸悪の根源の安倍晋三政権を打倒する戦いを今日を契機に一緒にやり抜きたいと思います。どうか皆さん頑張りましょう。今日は本当にありがとうございます。ありがとうございました。高田さん、ありがとうございました。行動提起を大きな拍手で確認いたしましょう。ありがとうございます。プログラムの最後はコールで締めくくっていきたいと思います。総掛かり行動実行委員会の西山菜穂子さん、よろしくお願いします。沖縄の土地は銃剣とブルドーザーで強奪され、そしてこの国会前では9月19日装甲車と機動隊と国会内の権力によって戦争ができる法律が強行可決され、そして成立してしまいました。この戦争法の戦いは沖縄の戦いと一体のものです。今回の20歳の女性のこの死の無念を晴らすべく、私たちはみんなの力で命をないがしろにする安倍政権を引きずり下ろそうではありませんか。それでは最後にコールをして沖縄と共に声を上げていきたいと思います。女性の殺害徹底休断、女性の殺害徹底休断、女性の殺害絶対許すな、女性の殺害絶対許すな、命を返せ、命は宝、命を返せ、ぬちぬう宝、命は宝、ぬちぬう宝、新協定は抜本改定、新協定は抜本改定、日米政府は責任果たせ、日米政府は責任果たせ、命を守れ、美ら海守れ、命を守れ、美ら海守れ、辺野古新基地建設反対、海兵隊は今すぐ出てけ、海兵隊は全面
ありがとうございました。本日の集会の参加者は1万人です。皆さんありがとうございました。この1年間の熱い熱い戦いの総決集です。7月10日の参議院選